大きく映そうとしてくれてんの。あ、イエーじゃんかよ。イエーじゃんかよ、ただの。ただのイエーじゃん。これは。イエーの写真にしちゃおかしい。これはやばい、マジで。あ、まあいい、いいか。まあ、怪我してるから。そうだね。フライヤー入れるとこないわ。あ、じゃあ、じゃあこれ清水さんここで持ってくるか。そうすればみんな入るんじゃない。で、ちょっとこうみんな親族みんなこう、うん、アルベニアルバ、はい、高円寺トラゲットでライブしまーす。アキトです。足の骨がかかとが真っ二つに割れてます。治るかな、本番まで。いや、治りませんけど、うん、頑張ってライブに行きます。ライブの日にちは何日、10月14日水曜日、高円寺トラゲットで限定6名なんで早めに予約してね。かぶっちゃったよ。予約してね。で配信で配信でやるからね、そっちも見て、で投げ銭してね。僕の治療費にします。アキさんが喋ってる手になってる、ね、そうです。かかとが真っ二つに割れてるんで、皆さんの投げ銭で僕の骨がつきます。よろしくね。お願いします。お願いします。来てね。来てねじゃねえか。見てねえだね。見てね。来てもいいよ、6人だけ。シースター。今も流れてんねや、しかも。始められねえなと思ってバグがかかってて、何度弾いてもフィーリング合わねえなと思ってフィットしねえなと思ってバグがかかっちゃったこれこれ清水さんのベースのヘッドで寺田くんの顔がずっとこれこれ
多分いい日旅立ちの、そう、そのまま来ちゃった、ね、感じが来てるから、これでもいいんだね、うん、やりやすい、なんかああいうこの前やったみたいにしっとりやるのもいいし、うん、このやるのもいいし、何やそれ。あとやっとくのはどうだろう、あとは大丈夫、大丈夫かね、オリジナル出てきましたよ。ずっとやってるけど。